運章一景鑑賞4年1月23日は、室町時代中期の臨在、創生一派の創、意名は一景。字は運章。父は一条京継で、一条、金吉の二位。六歳の時山城国山崎の上恩寺の通言について同時となり、1401年東福寺に入って、出家、受戒した。翌年、民の天林道、常、一安一女が来日すると、 これに面会して、教えを受けた。後に、聖樹寺にて、清片秀の門人となり、さらに1413年には、なんとにて、慶應宗、宝章宗を学んだ。1426年東福寺の後、同僚で貧仏を持って説法をする僧となった。1430年不問寺の十字となり、紀、山延前の配当司法を行った。影響六年から七年。 伏見宮貞房親王に原稿釈書を抗議している。下吉元年東福寺十字となり、宝徳元年南禅寺に移り、百七十二世十字となる。同年、東山城在光寺へ隠居する。五山の粛清に努めるとともに、臨在宗及び朱子学の振興に努めて、多くの著作を残した。死後に、広州禅寺と直送りなされる。ありがとうございます。